バトルです。さあ勝って再びジムリーダーたちとのバトルに戻りたいところ。さあまずはアルヒット、激しい攻撃、激しいヒット、一撃でダウン、早すぎるダウンです。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでウスボットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。強い攻撃、重いヒット、おっと危ない。あたやまだ余裕しゃくしゃく、あたや疲れを見せております。ここでボーダービーム、効果は抜群だ。おっとダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでミュウの登場だ。相手が弱っている今が攻め時だ。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここでサイコキネシス、ヒット、ここでノックアウト。さあポケモンは残り1匹。ここでヘルガーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは2対1。ここで地震攻撃、逆転をついた。強くなりました。さあこの試合も大詰めだ。ここで冷凍ビーム、よし、これで残るポケモンは0となりました。ここでステージクリア。邪魔が入りましたが、なんとか長寿ジムバトルまで駒を進めてまいりました挑戦者。最初の相手はボーダーの速さです。両者戦闘態勢に入って、鋭い攻撃、ヒット、いい感じです。
さあ対するはアビスト。両者とも大健闘です。ここで10万ボルトだ。いい当たり。なんと力尽きたか。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでモココの登場だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと電気が、あーっと走ってしまった。さあこれは、おっとこれはいまいち。さあ熱戦が続いております。ジジが出揃って激しい攻撃。よしヒット。これはどうだ。効果は今一つのようです。さあ熱いバトルが展開されております。もっとここは動けません。この攻撃ある一撃。白熱したバトルが続いております。さあ今度はもっとあまり効いていない。おっと泣いた。おっと攻撃力がダウン。さあ激しいバトルです。さあこの場面でアルヒット。あまり効き目がありません。さあここで歩く一発。両者とも大健闘です。さあこれはよっ、やっと近づいたか。さあポケモンは残り1匹。ここでウリムーの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ熱戦が続いております。華麗なポケモンさばきで攻めていきます。ここで冷凍
ビーム、よし当たった。ここでノックアウト。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでミニリュウの登場だ。さあ熱いバトルが展開されております。強い攻撃、効果は抜群だ。おっとここは動けません。落ちてしまったことでバトルが一方的になってしまった。ここで地震攻撃、よし。さーっと崩れ落ちた。さあこの強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでデリバードの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ激しいバトルです。セミタック、もうちょっと急所に一撃。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。